はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日はですね、ドラゴンボールの新プライズ商品が出ていましたので、そちらのご紹介をしたいと思います。ドーン。はい、こちらですね、グランジェスタシリーズからなんと身勝手の極意極みが登場しましたので、早速こちらを開封していきたいと思います。はい、中身はもうね、胴体と足くっついてる体と、あとは顔ね、頭と、これが台座になるかと思います。では超合体していきますか。身勝手の極意、あ、これでもかっこいいな身勝手の極意極み、ブリャー、はー、どうですかこれ、圧倒的な身勝手やばいね今回も。いや、グランジスタシリーズね、これ一応ね、レゾリューションオブソルジャーズっていうね、ちょっとちっちゃいやつの、シリーズと多分完全コラボっていうか、してる商品になりますね。で、まあ顔は見ての通りめっちゃイケメンである。で、頭はいつも通りシルバーの塗装がしてあります。で、筋肉がね、本当にね、すごい細かく造形されてますね。なんかこの辺のシワとかも分かりますかね、表面にシワっていうか、そういうのも入ってます。で、道着もこんな感じですね。ちゃんとここがね、空洞になってるんですよ。ほら、すごいよね。ズボンを脱いだらどんな感じなんでしょうかで、こういったところも細かく造形されております。で、塗装も完璧なんじゃないでしょうか。ちょっとね、あ、でも一応なんか陰影塗装はしてあるっぽいですね。いやー、このねシリーズ毎度毎度出来がいいんですけど、これはもうやばいんじゃないでしょうか。一応ね、プライズで、販売っていうか登場したんですけれども、私はなんと6500円もかけて、ゲットすることができました多分ね、ネットとかだとね、3000円あれば買えるぐらいなんじゃないかなと思います。一応ね、こちらが、3月かな、一番くじの身勝手の悟空を連れてきました。顔がね、ちょっと違うね。こっちはなんか目が正面向いてるけど、こっちはちゃんと流し目になってるというね。で、こっちは体がテカってて、こっちは体がテカってないという、まあそれぐらい。あ、一応道着とかの色も違いますね。造形もちょっと違います。で、大きさもこんな感じでね、兄弟みたいな感じになっておりますね。はい、というわけで、今回はですね、グランジスタシリーズの、身勝手の極意極みを紹介させていただきました。いやー、もう続々とね、身勝手のフィギュアが増えてきておりますので、随時更新され次第またね、皆様にご紹介したいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。